どこで誰から生まれたのかを問うのではなく、あなたが何をし、これからどうしようとしているのかを問いなさい。使えるに値するものにのみ使えるがよい。実力もないのに他人の批判ばかりしてはならぬ。快楽より悲しみが起こり、快楽より恐れが起きる。快楽より解脱したる人間にとりては、もはや悲しみも恐れもなし。己を抑えることと、多く喋らずにじっと考えることは、あらゆる束縛を断ち切る始めである。教えればできるようになる、教わればできるようになるというのは思い込みだ。まして除霊、条例というのはどうだろうか。その魂が悟らなければならない。人間の身を受けることは難しい。死すべき人々に寿命があるのも難しい。正しい教えを聞くのも難しい。もろもろのみ仏の出現したまわうことも難しい。誠あり、徳あり、慈しみがあって損なわず、慎みあり、自ら整え、汚れを除き、気をつけている人こそ長老と呼ばれる。執着があればそれに酔わされるのだ。それゆえに物の姿をよく見ることができない。執着を離れると物の姿をよく知ることができる。だから執着を離れた心に物は帰って生きてくる。日は昼に輝き、月は夜を照らす。武士は武装して輝き、道を求める人は静かに考えて輝く。池に開く蓮のように。因果関係によって作り出されたすべてのものは無常であると知恵によって見るとき、人は苦しみ、糸い離れる。これが人が滑らかになるための道である。
大工は木をまっすぐにする。弓師が矢をため直す。賢い人は心を整え、人を導く。味噌作りの職人たちが水を導くように。飲み友達なるものがある。君を君をと呼びかけて親友であることと自称する。しかしことが生じた時に味方となってくれる人こそ友達なのである。眠れない人に夜は長く、疲れた者に道は遠い。正しい教えを知らない人にその迷いは長い。自分の心をよく観察して、貪欲と憂いを取り除きなさい。たとえこれは自分のものだ、このように思っても死ねば失う。自分のものという幻想に負けてはいけない。容姿や行動で人を知ることはできない。しっかりした端正に仕立てられた機能をまとう人の中にも、慎みのない人はたくさんいる。見られた、聞かれた、識別されたことは、識別されただけのものであると知ったならば、苦しみは終わる。親の義務とは、子を悪から遠ざけ、善にいらしめ、技能を就学させ、適当な妻を迎え、適当な時期に相続させることである。世に母を敬うことは楽しい。また父を敬うことは楽しい。足りないものは音を立てるが、満ち足りたものは静かである。母と父とは子らに対して多大なことをなし、育て養い、この世を見せてくれた。人間が他の動物よりも上に立つ理由は、我々が冷酷に他の動物を苦しめることができるからではなく、彼らを憐れむことができるからです。
が一滴ずつでも滴り落ちるならば、水がめでも満たすことができるのである。今日すべきことは明日に伸ばさず、確かにしていくことこそ、良い一日を生きる道である。世の中は泡沫のごとしと見よ。世の中は陽炎のごとしと見よ。聖ある者はすべて苦を怖がる。聖ある者はすべて死を恐れる。たとえためになることを数多く語るにしても、それを実行しないならば、その人は怠っているのである。まず自分を正しく整え、ついで他人を教えよ。そうすれば賢明な人は煩わされて悩むことがないであろう。戦場において100万人に勝つよりも、ただ一つ自己に勝つ者こそ実に最上の勝利者である。他の策と不策を見るなかれ、己の策と不策のみを見よ。人は私はこういう人間だと自分で考える。その通りのものになります。それと異なったものになることはありません。壮大な岩が風に全く揺るがないように、賢者は非難と称賛に動じないものです。沈黙しても批判され、多くを語っても批判され、少し語っても批判される。この世に批判されないものはない。善をなすのを急ぎなさい。善をなすのにノロノロしていたら、心は悪を楽しむようになります。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。